三宝岩岳登りまして、そして降りてきて、三宝岩駐車場からですね、今度は石川県の方に向かって走っていきます。残念な格好で撮影している姿がですね、バックミラーに映っていますけども、お許しください。トンネルの中でですね、岐阜県から石川県の方へと変わります。何も見えませんけどもね。トンネルの途中で石川県に変わりまして、また白山白川郷を走っていくとですね、見えていく景色がちょっと変わってきます。頭のカメラでもですね、撮影して音を撮っていたんですけども、残念なことにですね、データが全て消えてしまいましたので、音がですね、風切り音ばっかりで申し訳ありません。お許しください。途中車をちょこちょこと止めれることができる場所がありますので、とりあえずですね、そういう場所を見つけたら止まっていくことにしました。天気だったらあの雲の奥に白山が見えるんでしょうね。違うな。前に白山白川湖ホワイトロードにやってきた時は日曜日に来たんでしたかね。で、結構交通量も多くて、止める場所止める場所にですね、車がたくさん止まってて、好きなタイミングで止めることができなかったんですけども、今日は平日ということもありますし、そして通り抜けができないということもあって、交通量がめちゃくちゃ少ないんですよね。なので自分が止めたいところにですね、車を止め放題です。続いて車を止めるのが戸賀の木台展望台です。ここもですね、本当にガラガラで僕一人ぐらいだったんじゃないかなと思います。戸賀の木台戸賀の木展望台を出発して、再びですね、石川県の方に向けて走っていきます。こういう駐車する場所がですね、いろいろな場所にありますので、都度止めていくとですね、それぞれの景色を見ることができるので、すごくいいです。絶景を見ることができる場所には必ずこういう駐車スペースがありますので、これはですね、すべて止まりながら走っていくとですね、なかなか時間をかけて回ることができますし、走りながらですね、景色を楽しむことも、車を止めて景色を楽しむこともどちらもできます。 S660 のように屋根を開けることができる車で来るとですね、もうこの景色を堪能できるので最高です。いろんな角度からこの景色を楽しむことができます。で、前行低めでですね、横に目をやるとですね、サイドレールじゃないや、ガードレールとかがあるとちょっと視界妨げるんですけども、ここは紐タイプになっていますので、助手席に座っていてもおそらく景色結構横から見えるんじゃないかなと思います。この道でですね、自然を感じながら走るのはやっぱり屋根が開くタイプの車の方がいいですね。オープンカー最高です。S660 の屋根がですね、開く車で良かったなと思います。
すぐに止める場所があるんですけども、国見展望台駐車場です。ご覧の通り車は1台も止まっておりません。貸し切り状態です。前にここに来た時はですね、この駐車場満車状態だったんですけども、今日はガラガラです。全然人がいなかったので S6 の屋根を開けたまま来ちゃいました。この国見展望駐車場はですね、山の間を抜けていく道路の様子がすごくよく見えるので、自分が走ってきた道とかこれから通る道をですね眺めるのにすごく最適な展望台だなと思います。こういう景色ってなかなか見ることできないなと思うんですよね。車を止めるポイントはたくさんありますので、ちょこちょこ止まりますけどもね。続いての場所を目指して進んでいきます。もう青空が最高です。このままですね、次に見えてくるのがこの白山白川郷ホワイトロードの中でも結構有名な場所ですね、福部の大滝という場所になります。この滝ですね、続いて見えてきたのがジャダニエンチ駐車場です。ここからですね、歩いて10分ほどで乳母ヶ滝とかですね、親谷の湯という場所があります。歩いて観光したかったんですけども、膝が痛すぎてですね、これ以上歩くことが困難だったので諦めてですね、ここは行かないようにしました。そしてしばらく走って右手に見えるのがですね、カモシカ滝ですね。これ端から見えるので車を止めてっていうのはちょっと難しいんですけども、この右手にですね滝が見えております。そして唯一ですね、この下に流れているジャダニ川に架かる橋、ジャダニ大橋を渡ります。この先の雰囲気は少し変わりまして、もう少し行くとですね、石川県側の中宮料金所ということになるんですけども、ここはですね標高の低い場所という感じになりますので、川沿いを走る渓谷沿いの道という感じになります。谷の間を走っていくのでですね、今まで下の方とかに見えていた山とかがですね、今度は上の方に連なっていくみたいな、そういう感じの道になります。今見えてきましたのが中宮の料金所です。こちらからですねずっと行くと石川の白山市の方にと抜けていくことができるんですけども、この2022年9月時点ではですね、台風の影響ですね、崖崩れのせいで道が塞がってしまっていて通行止めが解除されていませんので、ここで折り返しということになります。白川郷ホワイトロードの中宮の温泉ビジターセンターというところまでやってきました、ね、本来ならですねこのままこの道をまっすぐ突っ切っていくと石川の方まで抜けることができるんですけども、今回はですね、今回というか先月だったかなの大雨のせいで行くことができないので、ここで折り返しということになってしまいます。でそのもうちょっと奥行ったところにですね、こっちの方のこの奥の方にですね、中宮温泉という場所があるんですけど、営業が土曜日だけっていうことで入ることができないんで、また元に戻っていきます。帰りはですね、まああまり寄らずにさっと帰っていこうとは思います。
で白川郷とかに寄れたらなっていう感じですね。でももう人が多かったらスルーしてですね、下道をのんびり帰ろうかなと思っております。先ほど話していた中宮温泉というのはこの橋を渡った右手の方の奥側になります。行きたかったんですけどもね、まあ仕方がないですよね。もう人が少ないっていうのが、まあ、営業してない原因だとは思います。料金所もですね、止まることなくスルーすることができます。これからは岐阜県側のですね、マカリ料金所の方を目指して走っていきます。これから同じ道を走っていくわけですけども、進行方向でですね、道の雰囲気はガラリと変わってきます。ちょうどこの渓谷部分もですね、石川県側から岐阜県に向かっていく方が山が奥に連なっているのが見えてですね、すごく綺麗です。僕はどっちかというとこの区間はですね、石川県側から岐阜県側に向かう方が好きですね。紅葉している時期だとこの辺からすごく綺麗なんですよね。この辺りからちょこちょこと見どころもありまして、最初にあるのがですね、尻高滝ですね。紅葉シーズンの土日なんかになったりすると車が止めれそうなポイントにはですね、ほぼ車が停車してるみたいな感じになってゆっくり見ることができなかったりもしますので、できたら平日の方がいいかとも思いますし、土日に出かけるのでもですね、早い時間帯だったりする方がゆっくり見ることができるのかもしれません。岩底の滝、この岩滝の上に直径2メートルの窯型底なし縁があります。あー、こんな感じっすよ。見えるかな、見えるかな。これね、木が生い茂っちゃってるけど、これはあれだな、再びジャダニ大橋を渡ってきます。このジャダニ大橋ですね、ちょっと遠目に見るとすごく綺麗なんですよね。手前に駐車できるスポットとかもありますので、車と一緒に写真を撮るとなるとですね、手前で止めてっていうのがおすすめです。紅葉の時期はですね、特に綺麗です。福部の大滝のところまで戻ってきました。この駐車場がですね、本当に満タンになっててですね、この辺りで渋滞するみたいな、そんな感じでしたね。秋に来た時はすごく走りながらでも福部の大滝をオープンカーでは見ることができます。これもですね、前日に雨が降っていたりとかそういうことがあればですね、水量は変わるんじゃないかなと思います。国見展望台の近くまで戻ってくると、これから通る道がですね、先々に見えています。これだけ標高が上がっていくんだなと思うとですね、この道路を見てるだけでもこの先走っていく道を思ってワクワクとしてきます。行き品には車がいて寄らなかった白山展望台にも寄ってみます。ここもですね、素晴らしい景色を楽しむことができるはずです。
このトンネルを抜けて岐阜県の方へと戻っていきます。そしてトンネルを抜けるとですね、三方岩駐車場がありまして、そしてですね、最初に紹介した太平洋という場所です。やっぱりですね、この場所すごい切り立ってますよね。迫力があります。ということで白山白川郷ホワイトロードを走ってきました。何度も言っていますが、今の時期はですね、走り抜けることができなかったので往復をするということをしましたが、同じ道を走っても走る方向が変わればですね、見える景色が変わってきますので、往復する価値はですね、十分あります。そしてこの S660 という車はですね、運転するのがものすごく楽しい車になりますので、こういうワインディングロードを走っていくとですね、それだけで十分楽しめるんですよね。本当に満喫ができる道ということになります。景色も綺麗ですし、道も楽しいですし、そして S6 で風を感じながら走るっていうのも最高ですし、言うことがない道です。この道はですね、ガンガンスピードを出して走るという感じではなくですね、見える景色を楽しみながらですね、ゆっくりのんびり走っていくというのがいいんじゃないかなと思います。まあ下りになるとですね、どうしても速度が乗ってきちゃうんで、エンジンブレーキをかけていてもですね、スピードがどんどん出てきてしまうみたいな感じにはなってしまいますけども、それでもこの景色をですね、のんびりと楽しむのは悪くないんじゃないかと思います。ということで S660 に乗ってこの白山白川郷ホワイトロードを楽しみました。10月の中頃ぐらいから終わりにかけて紅葉を楽しむことができると思いますが、もう11月に入るとですね、この道は閉鎖されてしまうという感じにはなりますが、この道はですね、ただ石川県から岐阜県に抜けるというだけではなく、この絶景を楽しみながら走るという本当に価値のある道だと思います。ぜひドライブ好きの方はですね、行ってみてください。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。